では始めさせていただきます。はい、どうもケンスケです。本日はコラボ会でーす。では自己紹介の方。はい、リョートラックスです。よろしくお願いします。すごい、待って隣で聞くとすごいですねすごいなんか、うん、すごいな初めてなんかちゃんとこの間間近で聞きました。隣でやったの初めてやしんだ。そうですよね、あんまりやれへんから。そうですね、そう。はい、リョートラックスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか普段は、何やってるとか一応軽く、はい、普段ですね、まあ、もともとこういうビートボックスっていうものをやってまして、はいはいはい、で、まあ、カメラを買って3年前ぐらいから写真と映像をやってるんですけども、まあ、基本的に今は写真は物撮りとかがメインで、まあ、人物撮影もするけども物撮りメインで、でインスタグラムの方で、まあ、ニコニコしながらこういうのをどういう撮ったらかっこいいかっていうのを、はい、まあ、発信してる人間です、はいはいはい、よろしくお願いします。素晴らしい、はい、そりょうさんとは屋根裏でね。はい、そうですね、僕のやってるコミュニティ屋根裏に最初入ってもらってて、でそこで初めてお会いして。そうね、で何回か撮影しに行ったっすよね一緒に。そう、2回ぐらいかな。2回、そうですね、うん、2回かで、なんかその後もちょいちょい新宿いたらちょいちょいちょっと会ってみたいなのありましたよね。そう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 、はい、ちょっとあチェスみたいなその何回かあって、でだから、はい、多分僕の過去の動画で、うん、多分 DJI のジンバルのやつとかにちょこっと、そうだ、もしかしたら出てる R3 かな多分。そうですね、 R3 かそうぐらいに、うん、の時に多分ちょこっと出ていただいて、はい、お手伝いで来ていただいて、で今回お呼びしたという形になります。はい、よろしくお願いします。めちゃくちゃね光栄ですね。あ、本当ですか。だって僕高沢圭介が生きてなかったらカメラ買ってへんもともとカメラ買った経緯ちょっと話していいですか。はい、あ、もちろんもちろん、ありがとうございます。もともとその音楽活動メインというかそれしかやってなかったから。そうですよね、 Vlog がしたくて、うん、で ZV-1 っていうカメラがどうやらあるっていうのを知って、ね、で調べて買おう、10万円ぐらいでする。10万円高いなと思って、はいはい、こんな10万円もカメラに出されへんなとか思ってたんです、はい、で調べてるうちになんか高沢圭介が出てきて、はいはい、こんなカメラなんや、違うカメラも紹介してる α7S3 って言うんや、じゃあ40万する、でも多分俺10万円で買ってもどうせ40万の買う気がするなと思って買いました。あーすごい、じゃあ結構最初から α7S3 いったんですね。 S3 と 35mm の GM 買って、めっちゃだ。そう、もう酔っ払ったテンションで行こうと思ってあ、そうなんだ。知り合いのお店でお酒飲みながら震えながらそうっすよね、ポチっていいですかとか言ってやって、はい、いや素晴らしい。いや、ありがとうございます。今メインで使ってるのはでも今物撮りとかの方が多いっす。そうっすね。あ、でも動画もあるのか。動画もやってるから写真と動画でも完全に分けてて、写真は α7R5 ってやつ使ってて、はいはい、あ、そうなんそうなんで、映像は S3 と ZV-1、E1 か、はい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 、E1 か、うん、いや増えましたね。増えましたね。最初こう10万で高いとか言ってたのが、ね、もう3台とかになってバグってくるよねそうですよねいや、そういう、あの、りょうさんは、はい、まあ、YouTube もやってるし、そうです、はい、最近、まあ、もちろん YouTube の時からもう仲良くさせてもらってて、で、まあ、僕オーストラリアに行ってる間にこうインスタ見たら、あのね、結構バズって。いや、ありがたいことに大きく。そうです、びっくりしちゃいました。フォロワー様が増えて。いや素晴らしい、はい、なんかそのところ僕も結構今まで僕全然インスタやってなくて、はいはい、あのこんなカメラのことをやってるのに僕ツイッターばかりやってたんですよ、うん、そう、知ってる なんでかなって思ってたそうです、あの元々ブロガー育ちなんで、はいはい、なんかブロガーってツイッターを使う方が多かったんですよ、うん、イメージあるのかも。そうですよね、うん、なんでなんかツイッターばっか使ってて、はい、インスタが慣れなさすぎて、うん、全然使えなかったんですけど、うん、なんかやっぱシンプルに考えた時にその自分がその映像のこととか写真のことやったら絶対インスタの方が親和性いいからどう考えてもそうじゃないですかなるほどね、はい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 、どう考えてもそうだなと思ってインスタもちゃんとやりたいなと思っていて、うんうん、まあ、ありがたいことに最近ちょっとインスタでもお仕事をいただくようにちょっとなってきて、で、まあ、その辺の話をやっぱインスタの周りの話をりょうさんに聞きたいなと思ったり、はいはい、いやでも聞きたいこといっぱいあるんで何でも聞いてください。いろいろちょっとメモってもきたんですよ。お、はい、ということで、あ、そう、まずそもそもその普段の今の普段の活動の話なんですけど、インスタがやっぱ多くなってきたんですか。はい、活動の話、そうですね、まあ、なんかそうす、まあ、言える範囲でいいんですけど、うんうん、普段なんか僕の中ではやっぱりょうさんって結構ビートメーカーというか、うん、ビートメイクはしてないのか。ビートメイクしてない。ビートボックスのみですか。ボックスのみ。あ、じゃあ、歌のヘルプとか、まあ、グループで活動をしてるっていうのがあって、はいはいはい、まあ、アカペラができるボーカルグループの一員としてビートボクサー、
だったり、はい、ビートボックスの4人組のグループだったりとかで活動してたりとか、はいはい、でその前とかはそうですね、バンドのサポートで入ったりとか、テーマパークのお兄さんやったりとか、そうなんだ、俺 USJ のエンターテイナーでしたんですよ。そうなんですか、知らなかった、はい、いやみんなって言って、そうなんだって言ってたんですよ。そうだから結構いろんな仕事あったり、まあその CM の音源提供とかもあったりとか、そうだったけど、まあ最近はもうカメラがメインの収入源になってきて、へ、まあ、その中でもインスタからのお仕事が多いですね今。あ、そうなんだ、うん、すごい、そうなんだ、なんか僕の中では結構半々でやってるのかなとも思ったんですけど、うんうんうん、結構じゃあカメラの方がやっぱ多くなってきてるみたいな。多分あのオーストラリア行く前の会ってた頃は半々、はい、かまだカメラの方が少なかったかなぐらいだったけど、今は 95% ぐらい、そうなんだ、カメラですね。あ、そうなんだ、じゃあ結構ガラッと変わった感じなんですね。マジで変わったっす、ね、すごい、いやいやそう、めっちゃその辺聞きたいな、なんかちょっとでもカット言えないそうそうな話が多そうな感じがします。あ、全然ないです、そんな。あ、そうなんですか、ケイスケの動画。そう、じゃあ、今インスタの形式、まあ、多分僕がオーストラリア行く直前か行った直後ぐらいから今の形式でインスタ確か始めてるじゃないですか。何年前、もっと前でしたっけ、何年前に行ったっけ。あ、いや、オーストラリア行ったのはちょうど1年前ぐらいですよ。あ、じゃあちょうどそのぐらいかもしれない。そんぐらいですよね。そんぐらいだ。そんぐらいからなんか始めたのをすげえ記憶あるんですよ。はい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 、なんかニコニコでやってんなっていう、笑顔ね。マジでちょうど1年前だな。そうですよね。で、なんかなんでこれにしようと思ったみたいなのあったんですか。いや、もうあの物撮りって言ってもいろんな物撮りがあるじゃないですか、うんうん、その要はアマゾンで見せるための商品を撮影する物撮りがあれば、物を見てる以上にかっこよく写すような物撮りとか、はい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 、で結構海外の人がそういうやってる人多くて、であんま日本でそういう人ってまだ少ないと思うんですけど、はいはいはい、僕結構そういう海外のインスタグラムの人を見て、僕とちょっとちゃうけど裏側を写してる人が多かったんですね、はいはいはい、でこれいいなと思ってインスタで、もともとはそういう、まあ、別に笑わへんと普通にやったんですよ。なんかこうやったんやけど、はい、やっぱそのなんだろうな、まあ、伸びなくてそこまで、はいはいはい、でちょっとこれ話すと長くなるんですけど、別件でその頃にやった映像の仕事でミュージックビデオ撮った仕事があったんですけど、はい、その時にミュージックビデオの出てもらった女優さん、あの演技してもらった女優さんが、そのちょっとなんていうか気が弱いことだったんですね。で、マネージャーさんが女優さんに、今回この監督さんこの人ですって俺のインスタを送ったらしくて、はい、そしたらこんな黄色い眼鏡かけて引っかかして、でその時俺笑ってなかった、決め顔しかして、この監督さん怖いからどうにかしてこの仕事なしにできへんかってマネージャーに言ったらしいんですよ。そうなんだ、さすがにそれできへんってなって、はい、まあ、後々喋ってそういう話を聞いて、いやそんなことないですよって言ったんやけども、やっぱそれってなんか仕事として損してるなって感じで、あ、なるほど、かっこつけてる、なんか済ましてるがゆえに仕事を失っていくの嫌だなと思って、まあ、そういう別にキャラ設定もしてへんのでニコニコ笑っていこうかなと思って。へえ、あ、そう、じゃあなんかうわこれウケそうみたいな感じで始めたわけではないですね。でもまあそれもありますよ、もちろん、はいはいはい、それこそお酒を見ながら友達と喋ってて、はい、なんかめっちゃニコニコ笑いながらやってみようかなみたいな話になって、はいはいはい、まあ、悪ふざけ半分でやってみたら周りからの評判良かったって、はいはいはい、いやすごいわ、ありがとうございます。そうなんだ、その物撮りのなんかスキルみたいなのを、いや逆にもう、うん、そのさっきその僕の YouTube 見てカメラ始めてくれたとは言ったものの、うんうんうん、僕逆に物撮りそんな得意じゃないんで、ほうほう、いやめっちゃうまいなと思うんですよ。おすごい、すごいなと思って、いやめっちゃうまいなと本当に思ってるんですけど、はい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 、あのスキルはどう磨いてったんですか。試行錯誤、試行錯誤かな、そんななんか意識して、まあ意識してなんやろな、なんか例えば、うん、その海外の YouTube とか見てて、うんうん、こういう風にライト当てるなっていう風に学んだとかの話なのか、うん、それとも現場に入ることがやっぱ多くてみたいな話なのかとか。現場に入るみたいなことはほぼやってなくて、ほうほうほう、その俺スタジオに入った経験ほぼないんですよ。あ、そうなんですね。あれも全部おうちスタジオですか。イエスに全部やってるんですけど、だから、まあ、自分でや、まあ、もちろん知識としてはインプットはするけども、はい、あの Google とか YouTube とかそういうネットで見てやるけど、うんうんうん、実際分かれへんし誰が言ってるかって話は。そうですね、そうですね。だからまあそれを元に自分でやってみて、あ、こんだけライトとものを話したら影が変わるんだとか、あ、そういうのをまあ試してるうちに、じゃあこう撮ったらいいんじゃないかとか、
で僕の場合家なんで、はいはいはい、最小限の機材そんなスタジオみたいな感じのは無理だから、じゃあこのなんかこういう絵を撮るに例えば一棟でするにはどうしたらいいんやとか、はい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 、っていうのをまあやってるうちになんか身についてきたのかなって思いますね。すごい。いやそれで言うと例えばまあライトの話もそうなんですけど、はいはい、なんかちょっとこれなんだろう皆さんに、いやなんか、うん、僕すごいなと思ったのがなんかああいう物撮りってただ撮ってるだけじゃなくて、うんうん、なんか綺麗だけじゃなくてちょっとアイデアいるじゃないですか。ああなるほど、わかります、はいはい、そのアイデアって、うん、まあ、やっぱその僕全然領域外なんで、うん、あんまりこうなんて出てこなくて、例えばちょっと例えばですけど、うん、こうなどれからいけばいいのか分からないですけど、まあ、ライムとか分かるですよ、うん、ライムとかはみずみずしい感じ、ね、みずみずしい感じ欲しいなっていうのも分かるんですけど、例えばこれバナナとか、はい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 、こういうのって、うん、どっからこう、バナナに関しては、はい、めちゃめちゃピンタレスト見て、ああそうなんだ、でピンタレストでバナナの写真を見てるうちに、はい、まあこれじゃないけどこう沈んでるように見えるやつがあったんですよ、はいはいはい、そこからあこれ切ったらいけるなってなって、ああ確かに確かに、いやそういうことか、そうっすね、ピンタレストとかそういうなんか作品みたいなもの、で別に物じゃなくてもいいんですよ、はい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 、人でもいいし、うん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 、人のなんかポートレートでもアイディアすごいなっていうあるじゃないですか、ありますね、それじゃあ物に置き換えたらどうなるのかなとか、チョコレートじゃなくてもチョコレート以外のものを撮ってるやつでもチョコでやったらどうなるのかなとか、はい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 、そういうところですね。いやこのアルフォートのやつとかすごいわ、いやいやいやすごいクオリティ高いわあ嬉しいな、いや教えてほしいですね逆にちょっと本当に、うわこれあ分かりました、これずるいっすね、分かりました、はい、うわすごい気づくかなっていうあれなんですけどね僕の中では、うわこれそう、うわこれいいっすね、1個だけキノコの山の影やで逆にこれに関して言ったら、はい、これ続きがあるんですよ、あはいはい、これタケノコの山の中に潜んでる偽物みたいな感じでやったんですよね、はいはいはい、このキノコの山を、はいはいはい、なんだけど逆にキノコの山を撮ったんですよね、はいはいはい、それはあの僕の完全にストーリーなんですけど、はい、そのキノコこの紛れてたキノコの山っていうのは乗っ取られてるんですよ、これタケノコの山に、ああなるほどなるほど、その頃一方その頃のキノコの山も撮ってて、え、はい、それが上かなもう少し、あ下かな、これなんですよ、このあこれ寂しそうなキノコの山はそういうあこの前撮られたから、撮られたからこのキノコの山は今何してるのかって言ったら寒い寒い山の中で過ごしてますみたいな、そういうことなんだ、もう全然言ってないですけどね、はい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 、勝手に俺がなんかこんな面白いかなと思って、いやでもそういう自分なりのストーリーあるのいいですね、うん、いやすごいすごい、これちゃんと残しとこう、いやすごい、こういうじゃあこういう発想は、まあ、自分でパッと思いつく時もやっぱあれば、うん、ピンタレスとか見る時もあるって感じ、そうですね、やっぱ情報収集はピンタレスとかの方が多いですか、とか例えば商品の場合とかから、はいはいはい、例えば何がいいかな、じゃあ例えば何だろう、グリコのじゃあアポロのやつとか、うん、まあ、アポロじゃないかもしれないな、じゃあポッキーで、ポッキーで、はい、ポッキーやったらポッキーのサイトを見るんですよね、はい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 、そしたらポッキーのサイトはどういうカラーで作られてるか、ポッキー、まあ、ポッキーは分かるかもしれないけど、はい、赤とかベースにしてるとか、はいはいはい、どういうイメージで作られてるのかなとか、例えばそのコスメ系撮るんやったらコスメ系、うん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 、そのコスメのホームページ行って、確かに確かに、結構透明感があるイメージなのかなとかを見て、そこからそういう方向性に持っていくとか、そういうのはしてます一応。ああそうなんだ、じゃあ結構下調べ大事ですね、してますね下調べは、ケイスケの動画、いやじゃあやっぱりこうリール一本にやっぱかける工数でかいですね、いやどうだろうな、思ってるほどかもしれないですよ、あ本当ですか、だって YouTube 撮るよりも全然楽っすよ、いやどう、いやいやいやおかしいでしょいやいやいやそんなことないですよ、更新頻度そんなことない、うん、いやでも今ちょっと落ちてるんで、まあまあ、今週2、うん、週3でも週2か週3か、うーん今どんぐらいですか、いや全然最近やってないです、それこそあそう引っ越し、そう引っ越しするから、ね、そう今度引っ越しするからちょっと今家がゴミ屋敷状態で段ボールばっかりで忙しくてやるけど、でも思ったよりも多くないっていうのもあれちょっとからくりがあって、はい、そのまず撮影は撮影だけするんですよ、はい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 、写真の撮影は、はい、まあ、試行錯誤するから実際ライトあんなこんなんしてやれへんし、はいはい、ちゃんとやってで作って違うなと思ったらライト変えてとかやってるから、はい、一回写真撮ります、はい、でそしたら
じゃあリールの撮影に移行するんですけど、はい、まずこうシャッターを押してるシーン撮るんですよね。そこから逆算するんですよ、はい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 、そしたらカメラ撤収できるんですよ、そこから。確かに確かに。で次、じゃあレフ板を置いてるシーン撮りますってやって、レフ板を撤収する、はいはいはい、ライトを向けるシーン、ライト撤収するってやってて、逆算して撮っていくと撤収と同時にできるんですよ、ね、なるほどなるほど。じゃあ一旦全部撮影してから撤収していくんだ。そう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 、ってやると結構まあ効率化もできるし、はいはい、あでもなんか切り拭きとかはさすがに無理ですよね。あそうなんですよそういうのは大変なんですよ。そうですね、水とか使う系は。そっかそっか、アイデア出ちゃったみたいな時が大変なんですねまあこれでも出ちゃったからやるしかないかみたいなやつがあるんですね。そう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 、なるほどなるほど。いやいや面白い。そうなんだ。えちなみに、まあ、結構その、はい、あと2つぐらい聞きたいことなんですけど、はい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 、そのなんか何がこう一番こう伸びたきっかけみたいなのってあるんですか。あもう結構最初からバンって伸びました。いやそんなことないです全然、まあ、そうですね、なんか、うん、最初の5本ぐらいめっちゃ伸びてるわけじゃなくて、なんか急にでもパッて見たらこれですね。あこれか、トラックオイルっていうオイルを撮ったんですけど、はい、これなんで伸びたのか分からへんけど、はい、まあそれまでも撮ってたんですよこのフォーマットでは、はい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 、でもちょっと伸びへんかったから休んだんですよね、はい、数ヶ月、でたまたまこの時に妻が買ってきたこのオイルを妻が撮ってよって言ってくれて、はい、ああみたいな、じゃあ久しぶりにやろうかとか言って、はい、撮ったら伸びたんですよね。へえ、奥さん様様っすね。様様ですよね。へえ、そうなんだ。そうそう、だから確かにそこから、まあ、このフォーマットを続けていったら伸びたって言うんですけど、まあ、ほんまか分からへんけども、この時期になんかインスタのこのアルゴリズムが変わったとかいう話も聞いたから、うん、まあ、そういうのもあったんかなっていう。そうですね、かぶりもあったのかもしれないですね。それで、まあ、こう、まあ、これが伸びて、まあ、他のも結構その着々と増えてはいくじゃないですか、うんうんうん、こうやっぱ変わりました、いろいろ。あ変わったっすね、お仕事も。そうですね、お仕事さっきカメラのことが多くなったって言ってましたよね。そうですね、今インスタから来るお仕事が多いですね。なんか、まあ、例えば PR にしても、その今までの PR って要は同じだと思うんですけど、はいはいはい、その商品提供なり、そうですね、お金をいただいて紹介するとかあるじゃないですか。でも、はい、多分僕も同じなんですけど、別に自分が好きじゃない商品は紹介したくないじゃないですか。そうですね、結構そこ大事だと思うんですよ、はい、でただ僕の場合ってそのかっこよく撮ってほしいっていう例なん で、ね、実際使ってなくても、まあ、確かに確かにそれいいですよね。そうなんですよね、受けられるっていうのは大きいかもしれないですね、はいはい、おすすめするわけじゃないですもんね。そう、まあ、もちろんよかったらおすすめするんですけど、はい、そうそうそう、だからまあ、そういう意味でも仕事を受けやすかったのかなっていうのはありますね。うん、確かに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 、そういうの確かにいいですよね。へえ、なるほどちょっとあんまりお金の話が入ってくるとあれなんで、あんまりそうそれはあんまりあれなんですけど、そうですね、確かに。なるほど、はい、じゃあ結構もうインスタ系この前だからなんだっけ、うん、マフィン、ああはい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 、マフィンですね。マフィンか、うん、マフィンですよね。マフィンのなんかやつも出ましたね、顔の印刷して。そうそうそれもインスタからお仕事いただいて、見ていただいてる方がやってるお店、福岡のカフェのコラボをしましょうって言ってくれて、うん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 、で、まあ、自分でマフィンをちょっと僕がまあもともとカレーがすごい好きで、いやそうなんですね。そう、家にめちゃくちゃスパイスあるんですよ。食べに行きます、ぜひめっちゃうまいですよ俺カレー。いやめっちゃ食べに行きます、本当にうまいですよだからスパイス好きなんですよ、はい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 、でちょっとだけ曲がりのカレー屋さんもやってる経験があったりとかして、あそうなんですね。そうだからまあ自分が作るスパイスマフィンはスパイスを使ったマフィンにしようと思って、はい、まあ、作らせてもらってとか、そういうちょっとカメラ関係ないやんっていうところの仕事もちょっとずついただけるようになってきて、うーんすごい、いやありがたいですね。いやめっちゃすごいわ、おもろいですよね。あと、いやおもろいですよね、曲がりが、はい、いや確かにすごい、なんか1年でガラッと変わったのめっちゃおもろいですね。そうなんですよ、1年なんですよ。1年ですもんね。てか伸びたんは1月からですね。あじゃあマジで、まあまだ1年半年ちょい、まあまあ9ヶ月、そうそう8ヶ月9ヶ月ぐらい。すごい、ありがたいことに本当に。いや素晴らしすぎますわ。でもやっぱ継続は力だなってめっちゃ思います。いやいやねえいやいやねえね俺めちゃめちゃ見てました。いやいやありがとうございます本当に。いやでもこちらもめちゃめちゃ拝見させていただいてるんで嬉しい限りです。いやいやいや、今後は、はい、じゃあもう、まあ、インスタ中心っていう、まあ、分かんないですけど、うん、一旦インスタ中心にしていろいろ仕事を広げていくっていう感じのイメージですか。そうですね、うん、なんかやってみたいこととか、うん、仕事でこういうの、まあ、それスパイスカレーかもしれないですけど、まあ、でも仕事じゃないけど、はい、
まあ、仕事がないっていうか仕事は分からへんけど、それこそちょっとかぶっちゃうんですけど、はいはいはい、写真展をいいなと思ってて、はいはいはい、まあ、それもなぜかというと、そのさっきの福岡のお仕事の時にコラボさせてもらったカフェで、コラボ内容がそのマフィンを作らせてもらうってやつとか、はいはいはい、あとワークショップをカフェでするってやつと、うんうん、あとその1ヶ月間僕のその物撮りの作品を展示するっていうのがあったんですね、うんうんうん、で結構そのすごいことが3つぐらいあって、そうですね、全部やりたいですってやったんですけど、印刷の知識とかやっぱないと、はいはいはい、初めてだし、まあ、もちろんその分からへんかったからその業者さんに行ってやったんですけど、ちょっと納得いってないんですよ。あ、そうなんだ。納得いかないまま、でもちょっとあの今回は正直、まあ、あの急なタイミングやったってのもあって、それでやったんですけど悔しくて、ちゃんと印刷の勉強をしたいっていうのもあって。あ、そうなんだ。そうそうそう。なんか何がこう引っかかったんですか？クオリティ？クオリティですね。例えばそのなんだろう、並べる配置をそこまで考えなかったとか。あ、そうそうそう。そうやし、あとまあ額装のこの額でよかったのかとか。あ、なるほど。そう、そういう細かいんですけどとかね。あと紙のなんか調べてるうちにやっぱそう紙の質感とかもさ、ありますね、出てくるっていうのをもう少しこだわりたいなっていう気持ちが出てきて、そういう勉強をちょっとしていきたいなと思ってて。あ、すごい。なんか展示ってすごいいいなって。いや、展示いいっすよね。ちょうどねこの前上げてはった。あ、そう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 、そう、まあ、今月の9月の28から1週間だけ、はいはい、写真展をやらせてもらって、でやっぱ僕も印刷所に行って、うんうん、まあ、って言っても僕も8月に帰ってきて割となんすかね、パツパツの状態でやったんで結構急いだっすけど、なんかやっぱ印刷すると、うん、なんか印刷それ、まあ、りょうさんとかはこの前の物撮りの写真だったかもしれないですけど、はいはい、なんかこう僕とかは今回オーストラリアの写真を印刷するんで、うん、なんかまあいい写真なんて死ぬほどあるわけじゃないですか、うん、しかも1枚だといい写真もあるんですけど、なんか複数枚になった時にパワーバランスとかやっぱ結構あって、そこ結構おもろいっすよね。おもろいし、そう、なんか身近なところで言うとそのさ、ストーリーにあげる写真とかも、はいはいはい、横長を3つボンボンボンって連ねてあげるの好きなんですけど、はいはい、やっぱそれ上手い人いるじゃないですか。上手い人いますね。それ見ちゃうとなんかそう、うわもっと頑張りたいなっていうところがあったりとかするから。そうなんですよ。いやー、絶対行きます。あー、いや、行きます、もちろん。ぜひ聞いてください。まあ、今日ね、実はこの後そう藤原くんとジャンクションのオーナーと飲みに行くんだけど3人でそうっていうのもあったりとか、まあ、して、そういう縁でね、はい、してもらうんで、はい、まあ、ちょっとりょうさんの写真展も楽しみにしております。よろしくお願いします、はい、ケイスケの動画ってぐらいですかね。そうですね、はいはい、こんな感じでしょうか、はい、ってことで、はい、今回の動画、まあ、いろいろ聞かせていただいて皆さんもいかがでしょうか。まあ、なんかインスタグラム僕もやっぱもう少しちゃんとやりたい部分もあってこういう話を聞かせてもらいました、うんうん、でやっぱ写真やってるとインスタグラム絶対ぶつかると思うんですよ、うん、写真動画やっぱ僕のチャンネルってそういう人が見てくれてると思うんで、なんかそういう中の、まあ、選択肢の一個の一つとしてこう見てくれれば、なんかこう見てくれてるみんなもためになるかなと思ってこういう動画を撮らせてもらったんで、ぜひりょうさんの YouTube チャンネル並びにインスタグラム見てみてほしいなと。よろしくお願いします。思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います、はい、あ、ちなみになんか他に告知ありますか。告知はないです。はい、でも、まあ、とりあえずインスタグラム、はい、YouTube もね僕ちょっと頑張りたいんで、ぜひやりましょう一緒に。さっきちょっと言ってたけど、引っ越しをするんですよ9月、はい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 、だからちょっとその新居で整えて俺は暮らし系 YouTuber になる思ってるんで、その辺も見てもらえたら嬉しいです、はい、最高はい、ということで、はい、今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あと、写真動画好きのコミュニティヨウさんも入ってくれた、屋根裏もやっておりますので、ぜひ興味のある方入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。